ヤマメ日記は、港カナエによる、連作長編小説。期間文芸誌、神社エルー L2012 年春号から2013年東号に、連載され2014年7月10日に、原頭者から刊行、ヤマト、渓谷2015年8月号掲載の番外編、カラフェスに移行を加え2016年8月5日に、原頭者文庫から文庫化された。 様々な思いや悩みを抱えて山を登る女性たちの複雑な心理を山々の風景とともに描写した新スタイルの山岳小説。山目日記女たちは頂きを目指してと題し NHKBS プレミアムプレミアムドラマでテレビドラマ化され2016年11月から12月に放送された。大学生の時から山に登り始め結婚、出産、 作家デビューを経て山から遠ざかり、また山に登りたいと願っていた著者が山の小説を書くならいろいろな山に連れて行くという出版社の編集者からの提案を受けて12年ぶりに登山を再開。いくつかの出版社の編集者と共に各地の山に登って取材し、その体験をもとに本作を執筆した。山岳小説といえば遭難が付き物であるのに反し、 遭難がない山岳小説。これから登山を始める人がここに登ってみたい。私でも登れそうと感じられるような、山に親しめるような作品として構想された。著者の登山の経験のもと、様々な思いや悩みを抱えて、山を登る女性たちの複雑な心理が、山々の風景と共に、リアリティ豊かに描写され、新たなスタイルの山岳小説となっている。妙高山、日内山。 ヤリがたけりしりさんはくばたけきんときやまんがりろ、カラフェスに行こう、山目日記女たちはいただきを目指してと題して、NHKBS プレミアムのプレミアムドラマは国て2016年11月6日から12月18日まで放送された。全7回。実践。日本百名山でナビゲーターを務めるなど、登山経験が豊富な工藤ゆうが主演を務め、40歳を。 目前に、勝者から転職して登山ガイドとなった、立花ゆずがつが、登山客の抱える、様々な悩みと向き合いつつ、自らも新たな希望を見出していく姿を描く。続編となる、ヤマメ日記山フェスに行こう、アルプスの女王が、NHKBS プレミアムのプレミアムドラマはにて2017年10月29日から11月5日まで放送された。全2回。 続編となるヤマメ日記さんが NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠にて2021年10月17日から放送主要人物ゲストヤマメ日記を女たちはいただきを目指してに関するカテゴリーヤマメ日記山フェスに行こうアルプスの女王に関するカテゴリーありがとうございます